G3 第十七回下田カップ初日十二レース一号艇の峰ネ太選手です。よろしくお願いします。お願いします。小島は昨年の三月クラシック以来ということになりました。今回は二連対率が三十二パーセントのエンジンを手にされたんですが、全県の感じはいかがでしたか。まあ乗る前にプロペラ見たら好きな形じゃなかったんで、はい、え結構大幅にもう叩き一から叩き,叩き直して。はい まあギリギリ時間ぎギリぎリで間に合ったんですけど、はい、まあ感触は悪くなかったですね、はい、そのプロペラを叩いたいた反応というのは、しっかりあったわけですねそうですね、ここら辺で走れるなっていう感じしました、はい、一番重視されているところというのは、峰選手の場合はどこになるわけですか。 うんまあ、一番重視し僕はバランス型なんで、はい、やっぱ伸び負けも嫌ですし、出足しないのも嫌なんで、はいはい、総合的に高めていきたいなと思っていますはい、では、その前傾のプロペラ調整で、ある程度のラインには達しているので、ここからまたさらにどんどん上積みを目指してと。まあそうです逆にでも、まあ、ある程度、これ以上はあんまり出せる感じはしないなと、はいね、では、あとはレースの方でしっかりとターンで見せていただいてと。は、ね、はい、はい 分かりました。それでは一節間にかける意気込みをお願いします。えー、最終日優勝して帰りたいと思いますんで応援してください。